7月12日セリーグまとめ。やっぱ阪神が独走態勢やん、そんで V やねん。阪神は6月にそこを経験してよかったな。あとは徐々に上がるだけだな。逆に巨人、広島、横浜は調子長続きしないな。阪神って最大貯金から考えるとだいぶ負けとるんやな。それでまだ首位譲らないってことは底力があるのか、他球団が不甲斐ないのか。中日上がってきたなと思ったら終わってた。塚本の代わりの西川の代わりの出場選手って森下でいいよね。巨人なんかこれにも上にも下にもゲーム差ついた4位で個人成績以外楽しみがない。くっそつまんないシーズンになりそう。三浦叩かれてるけどバウアーが交代聞き入れないだけじゃないの。選手としてはすごいけど扱い難しそうやし、本人がプラスワンアピールしたかった説あるな。バウアー今回4失点か2点台の夢はまだ遠いな。若手中心がさらに若手が出てきてもう若手ハイマクリア。得点圏打率終わってるわ。交流戦後1割7分とかやぞ。阪神を3立てした横浜は翌週から嘘のように貯金を減らした。やぞ首位逆転した時点で優勝気分を味わって燃え尽きたにゃ。阪神息吹き返してんじゃん。やっぱ自力一段上か。 D3 阪神足止めしてくれ。交流戦優勝後に阪神戦3立てして D は燃え尽きたな。ファンも選手も満足しきってる。離れて立ってる森下にもぶつけようとしててビビるわ。内ピミスエとか言われてて草。いや草やないんやけど。広島っていい外野手が定期的にいるよな。今からでも村上エースのホームラン競争出てくれない。バウアーは普通に点取れる。小園にスリーラン打たれる巨人投手。カープは戦力的にどうやっても厳しい野手が終わっとる。巨人も投手陣できすぎな感じやし、マジでどこが優勝するか読めへんな。巨人は案外最後まで中継ぎ持つと思うわ。打線が今以上にグロ化して B クラスだと思うけど。横浜さんはなんで中野の盗塁リクエストせんかったにゃ。アウトやったのにな。誰もアピールしなかったってことはそういうことなんじゃね。バウアーって NPB の先発序列だと20番目くらいか。もっと上やろ。それぐらいやろな。阪神なら谷間やな。もえんくなってからは割と安定してるし、もっと上。主力に離脱者いないの横浜だけやから、今のうちに稼いどかへんと厳しいと予想。守備がね、オースティン離脱してないだけですでにボロボロなんやけどな。桑原も宮崎もかなりガタきてる。巻が仲間入りしたら今の巨人笑えないぐらい冷えるし。声が順調に上がってきてるやん。上がってはないぞ。落ちてもないだけで、いやたまたま一発出て勝っただけや。相手がカープ以上のクソ打線だったから勝てたけど、他に通用する気がせん。例えばウアが相手だろうと甲子園で絶対負けない阪神が好きや。バウアー投げたがりなのは良いが、誰か止めてやらなあかんわ。首脳陣も逆らえなくなってるんちゃうか。あいつに1言うたら10くらい言うてくるんやぜ。カープは西川抜けたし打線死んでるよ。今日も小園のまぐれムランで勝っただけやし、主力いない方が強いことあるよな。守備特化で選手組めたり、嫌がらせ特化で打線組めるし、プーさんの打率まだあんなに高いのおかしない。もっと盛り上がってもいいと思うの。もう慣れた。宮崎はずっと影薄いしね。対阪神4割5分超えてんのやめてもらえますかね。最近中日強くね。なんか不気味やねんけど。中日強いね。やりたくないわ。カープは先発陣は良いけど打線がね。逆に打線が良くなったら恐ろしいチームになる。森下が活躍して勝てたのはポジれるけど、正直今日は横浜さんがヘマしまくりで勝たせてもらった感あるわ。ギアチェンしたバウアーには手も足も出んかったしな。明日阪神勝ったらお互いのホームでボコり合ってるだけってことに。バウアーの成績が死んでもアンチも黙らすなんとも微妙な感じになってるんだが、これ YouTube やってなかったらクソ叩かれてるんじゃ。阪神横浜こけたらダークホース広島じゃね。一番そつなく野球してる巨人は劣化横浜にしか見えんわ。菊池西川が長期離脱ならそのまま終わりやろ。まあどこの球団にも言える話やが、青柳復活したからもう阪神やろうな。どこが優勝しても納得というか仕方ないというか、なんかどこもクソみたいな野球やってんな。バウアーはただスタミナが化け物ってだけで、そこまで過度な期待してる方がおかしいわ。三浦も完全に使い潰す気で投げさせてるし。バウアースタミナとかここ一番のピッチング見てたらやっぱりすごいんやけどな。抜いてる時のピッチングが好きありすぎるんちゃうか。バウアー手抜きせんかったらかなり手強いのにな。横浜は優勝する守備じゃねえな。9回裏ウェンデルケンのエラー。佐野外したら、これには岡田もみっこり。これ右腕なんだから投手取らせた方がいい気もするんだけど、ファーストは投手クルの視界に入ってたやろし、何しとんねん。なんか横浜はいかにも優勝できないチームって感じやったな。かといって阪神はどうせお笑いかますし、今年はカープ巨人が優勝か。一番面白くない展開。阪神があれするけど CS で勝ち上がって日本シリーズ行くのは3位の巨人。なぜかこういう時に限って糸政公約したりして。言うほど巨人3位いけるか。阪神があれしてる時点で相当おもろいやろ。甲子園中日戦とかいう凶暴なスステージで3連勝するぞ。今日の巨人の中継ぎカープ森下をスナイピングしたってマジなん。その昔福留がクソ叩かれてたわ。2年後には神になってたけど、ノイジー1年目福留みたいだな。代役の4番がデビッドソンはきついな。どうせなら4番コウスケとかやってくれねえかな。横浜は今年優勝できんかったら何年後になるんやろ。バウアーも今永もおらんやろし、宮崎も今年ほどの成績は残せんやろ。10年は無理やろな。また25年後や。D は謎にオースケンが帰ってきてヒーローになりそう。
そういや筒香ってまだ無職か？筒香はプライド的に日本復帰はないやろな。大竹の秀落とすのはほんまきっついから泣かせてよかったわ。大竹もなぁ研究されてきとるからなおん早打ちしとったやろおん。阪神の調子の悪かった6月に調子いいチームがなかったのが全てやか。これだわ。今年は首位になると不調になる呪いがかかるからな。絶好調になってもおかしくない横浜がなんか勝手に自滅したしな。今の藤波が中継ぎで帰ってきたらあれ余裕だよな。糸原が試合に出ると流れ変わるよな。ビハインド7回あたりからの糸原はすごいよ。糸原が打てないような相手なら阪神の大勢の打者は打てんし、糸原が打てるようなら続く近本中のあたりも大体打てるからってところやろな。再開がある意味約束された不調ヤクルトを相手に何事もないように下に居座る理由やばくない？ドラゴンの方が約束された再開みたいなもんだろ。中日は5位で終わるチームじゃないし、今日の中日は1四満塁から2者連続三振して代打からセカンドについた周平が最初の守備機会でエラーしただけなんやが、また中日が面白いことしてる。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。